お二人は紅茶が好きだと聞いたので一緒に来てみたかったんです。紅茶はよく飲むよ。ユウトに教えてもらって最近はいろいろな茶葉を試しているんだ。昔よく飲んでた。このテラスは紅茶の種類が豊富なんです。定番から少し珍しいものまでどれも美味しいですよ。気分に合わせて選ぶのが一番美味しいと思うのでお好きなものをどうぞ。では僕はアールグレイをもらおうかな。アッサム。ユート、食べ物じゃなくてよかったな。ああ、さすがに腹いっぱいだ。それと紅茶に合うスコーンも人気なんです。出来たてのものを食べられるように予約しておきました。紅茶と一緒にぜひ食べてください。腹いっぱい。ありがとう片桐、本当に美味しそうなスコーンだね。いただくよ。ここのクロテッドクリームもすごく美味しいんですよ。たくさん食べてくださいね。おい敬語。とても濃厚かつマイルドな味わいだ。片桐は素敵なテラスを知っているんだね。喜んでいただけて嬉しいです。クロイさんもどうぞ。クロテッドクリームお好きでしたよね。おう。次は奏くんがお二人をご案内します。待ち合わせ場所に移動しましょう。おい、さすがにもう食えねえぞ。雨宮のことだからきっと遊園地あたりだろう。食べ物は出てこないんじゃないか。だといいけどな。お前で最後か。そうだよ。だからとっておきの場所に案内するね。雨宮のことだから遊園地かどこかだと思っていたが、どうも違うらしいな。どこへ行くんだ？遊園地も考えたんだけど、それじゃあありきたりかなって思って。黒船ツアーズの時に慶吾くんが連れてってくれたし。そうだったね。とても楽しかったよ。僕は遊園地でもいいんだが。でもこれから行くところは遊園地と同じくらい幸せになれちゃうところなんだ。ここ俺のおすすめの洋食屋さん。ユウトくんたちと来るならここしかないっしょ。前に家族で食べに来たことがあって、オムライスがすっごく美味しかったんだ。ユウトくんの好きなドリアも人気があるんだよ。さあいっぱい食べよう。おい、どうすんだこれ。まさか最後がオムライスにドリアとはね。一番重いやつじゃねえか。食えねえぞ。あ、もしかしてラーメンの方が良かった？美味しいラーメン屋さんも見つけてあるんだけど。雨宮、プリンスはラーメンを食べないんだ。さあ、オムライスをいただこうじゃないか。いや、俺はもう。どうした、ユウト。ドリアは大好物だろ。冷めないうちに食べた方がいいぞ。デザートも注文したからいっぱい食べてね。パンケーキふわふわで最高なんだよ。それは楽しみだな。罰ゲームかよ。またまた地図だよ。これでディアドリームツアーズは終了。ケイちゃんとユウくんに一番良かったプランを決めてもらいます。僕のおすすめケーキ美味しかったでしょ。え、地図もケーキだったの？俺も紅茶に合うスコーンをおすすめしちゃったんだけど。俺はファッジを。俺はコロッケ。商店街食べ歩きツアーみたいになっちまったけど、かなでは？俺、オムライスとパンケーキ。美味しかった。
ん？ってことは、みんな食べ物だったのかよ。なぜ君たちは事前に打ち合わせをしなかったんだ。すまない。まさか全員が食べ物を選ぶとは思わなかった。まさかだよな。でも優勝者を決めてもらわないといけないんで、判定難しいと思うけど、お願いします。おすすめしてくれたものはどれも美味しかったよ。でもプランとして考えるなら片桐だな。そうだね。好みに合った紅茶を選ばせてくれたり、焼きたてのスコーンを食べられるように手配してくれたり、気遣いを感じるプランだった。ああ、結構良かったぜ。うわ、嬉しいな。一生懸命考えてきて良かったです。優勝した樹と今回付き合ってくれた黒船の二人にはスタッフさんから特別なご褒美があるんだが、実はすげえ言いにくいんすけど、ケーキなんですよね。二人とも食べられる？無理だ。あれれ？食べられないの？僕が代わりに食べよっか。千鶴が食べてどうする。せっかくだから持ち帰れるように詰めよう。今回は少し失敗しちゃったけど、次回のディアドリームツアーズをお楽しみに。今日は素敵なエスコートをありがとう。ただお願いだから次は事前に打ち合わせをしておいてくれ。食い物はもういい。